とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー行きましょう。3周だね。3周でどれぐらいのやつ出てきてくれるでしょうか。お願いします。それでは、1周目です。珍しく、地雷を持ってきました。地雷にすると、やっぱりね、道中がきつい。うん、森の矢筒が持てなくなるんで、きついんだよね。え、この辺だったよね。ここだよね。お願い、当たって。当たる。よっしゃー。まあ、ボスはね、こんな感じでワンパンでいけるけども、道中きつくなるから、やっぱり地雷はね、おすすめしない。うん、ボスはね、このツインボウのマルチチャージ。これでね、5発ぐらいで倒せるんで、あと森の矢筒をつけてね。うん、こっちで十分だもんね。やっぱ道中がきつくなるんで、地雷はおすすめしません。1周目、報酬なんだ。はいはいはいと、外れ見てすぐわかる、外れ。まあ、谷の小玉はワンチャンあるかな。ダメだね。うん、ダイナモか。これ、小玉にして、売りますか。それが一番良さそうだね。使えないよね。うん。そんな良くない。これにして売ります。2周目いきます。2周目。今回はゴーレム、ゴーレムで来ました。コメントでもあったんだよね。ゴーレム2体と、森を入れるのどっちがいいのかって言われたんですけども、俺はねゴーレム2体は、いらないと思います。なぜかっていうと1個がパワー97なのよ。97のゴーレムって結構すぐ死ぬので、後々になると矢筒を入れていった方が断然いいと思います。もうボスを倒すのもね全然早く倒せるし、森を入れてる方がね、まあ、確かに盾にはなってくれるんだけども、うーん、1体はちょっと脆い盾になってしまうので、あまりおすすめはできないかな。あとこのエンチャの書もちょっと運が絡むやつなんで、そんなによろしくはないと思います。まあ、確かにクリティカルとねエコーとかが出ればめちゃくちゃ強いんだけど、うん、それも運次第だからね。はい、まあ、とりあえず2周目おしまいです。そんなにね欲は出してないよ。欲は出してないけども、あー出ないね出ないね。もう武器もね欲しいやつはもう大体決まってきてるので、いませんね。緑はダメだね、使えそうにありません。まあ緑にして売ろうか。あー別に何もいらないな。うん。緑にします。それでは3周目行きましょう。特に変わらずいつも通りの感じで来ました。残り3日か4日で変わるよね。残り3日4日で新しいダンジョンに変わります。まあ、その時はまた最初はね、初見は生放送でやっていきますので、ください。まあ、一発でね今回と同じくクリアできればいいな。うん、今回でも結構ギリギリにね初見はクリアしたけども、次は余裕で行きたいところ。うん、どんな感じのタワーになるんだろうね。1回目よりも2回目の方が難しかったということは、3回目はもっと難しくなるんではないでしょうか。報酬見てみます。3回目はおダメだ。ダメだ。いや、来たのはいいんだけどさ。クールダウンなしか。ポーションバリアも悪くないんだよね。ポーションバリア2。5秒間、無敵、いや、無敵じゃない。90% 減になるでしょ。なんとか使っていけないかな。いやー、無理、難しいか。毒、
怒りを使うにもね、キノコ使わなきゃいけないから、あれ、そうね、クールダウンあれ30秒なんだよね。ギリギリいけるか、いやでも使いにくいな。まあ横見てみましょう。ヤーギ、ヤギいらないな。うん、エンチャントもまあ波だね。うん、ハイランドは、ああ、これはいらない、よくない。まあ一応イカを入手しといて、まあいらなければ売る形にしましょうか。まあポーションバリアあるから使えなくはなさそうだけども、若干微妙な感じだよね。まあとりあえずこれでいきます。はい、ということで今日出た3つ見ていきましょう。まずはこれ、緑のローブ。うん、これ売ります。使えないので売ります、いらない。で、谷の子玉、これもいらないんで売ります。うん、いらないね。で、最後出たのが発光するイカの防具。せめてね、一番右のところにクールダウンが入っててくれれば、まあいけたんだろうね。いや、良かったと思うよ。毒フォーカスとこっちにクールダウンがあれば、ここをまあ変更、まあ防具だろうね、発光するイカだったら。うん、それでまあカバンビルドじゃない、カバンじゃないな、まあ、弓をピュンピュンやりながらの、怒りをブンブン振り回す形ができたんだけども、ちょっとこれは使いにくいかな。まあ一応数日間取っといて、それでも使わないようだったら売ります。うん、それが良さそう。惜しかったね、今日はイカが出たんだけども、エンチャントがちょっと俺の欲しいやつではなかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。